皆さんこんにちは、あさひです。皆さんこんにちは、佐々木あさひの弟です。はい、これでいいの？はい、いいです。今日のおやつの時間はですね、1月17日、私の誕生日にですね、なんとウールさんから届いた小包がございまして。それね、そうなんです、冷蔵が届いたんですよ。おうおうおう。ということはきっと食べ物だろうということで、ちょっと中見てなかったものがあるんですよ。今日はそれを食べていきたいと思います。こちらの袋に入っています。ジェンディって書いてあるんですよね。まあとりあえずなんかすごそうなので、うん、開けていきたいと思う。お高そうだもん。そう、袋も高そうだし、なんか中に入ってたね、この紙が超おしゃれなの。お、チャップリンや。チャップリンなのこれ。海外の雑誌だけど、うん、新聞みたいな、葉巻のように書かれていたりとかね。なんかとりあえず超おしゃれそうなの、中身が。紳士の一級品だって。いや、なんかね、結構重厚感あるんですよ、これ。せーの。じゃじゃじゃーん。おしゃれ。え、すごいんだけど。木。こんな感じ。アメリカン。え、なんかすごい、ここすごい。ここ触って、ここ。冷たい。あ、冷やしてたからか。鉄板？これ絶対高いぜ。もらい物に対してこんな言い方あるかもしれないけど。すごいね、ウームさん。センスあるね。すごいよね。そうそうそう。弟の誕生日の時にも、なんだっけ、かす漬け？あれめっちゃ美味しかったよね。美味しかった。お昼にさ、作って焼いて食べたりしたんだけど、それもすっごい美味しかった。うん、こういうところのシールを切るの、私。あ、わかる。もったいない。めくろ、頑張ってめくろ。いや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 、めくったら汚くなるから、これはカッターで切る派だ。切るんかい。こういう高級感。ラーメン屋さんスタイルだね。ラーメン屋さんスタイルなの？配達で持ってくるさ。ああ、そっち？パコッて。私はテーブルの上に置いてある箸入れかと思った。箸入れこんな感じなんですか。せーの。ポポポポ。こういう風に食べてくださいっていう食べ方紙があって、中を開けると、おお、ハバギアン。めっちゃおしゃれ。すごっ。何これ。何これ。帯を持ちます。帯を持ちます。はい、外面から包みをぐるりとめくる。これですね。おお、すごい。チュッキレーン、チュッキレーン、チュッキレーン。すごい、うまそう。で、この包みの上にお暮らし。いや、なんかウエハースっぽいんだろうなみたいに思ってたんだけど、すごい、なんかウエハースより結構分厚い何かが入っている。高級感がすごい。はい、ね。いただきます。うん、柔らかい。うん、うわ、うまっ。キャラメル、ビターキャラメルバーなんですよ。あ、やっぱキャラメルなんだ。そう、だから真ん中のキャラメルがちょっと香ばしいというか、うんうんうん、大人の味。これはコーヒーで。うん、これはコーヒーだ。コーヒーだ。あ、これ全部食べちゃうわ。なんか美味しさにびっくりしてんだけど。え、なになになに、何が、何何何。温度によって味や食感が変化していきます。で、時間が経つほどに味と香りを強く感じ、食感は柔らかくなっていきます。あ、うんうん。で、あなたがお好みのタイミングで召し上がりください。一本食べる前にコーヒー一杯、それぐらいの楽しみ方がちょうどいいかもしれない。やっぱり入れましょう。お願いします。スパイシーな香りとわずかな塩味が過ぎ去ると、こっくりと濃厚なビターがほどけていく。それはまるでお気に入りのシガーのように。おー、いいじゃない。うわ、すごいこと見つけちゃった。すごいこと見つけちゃった。なんとこちらのジェンディさん、1日50ダース限定で生産されているらしくって、それの証拠としてここに番号が打ってあるんですよ。2019年8月16日に生産された50個分の5個目のジェンディ。おお、すごい、すごいジェンディ。お待たせいたしました。
びっくりじゃない？これ驚きなんだけど、このどれよどれよ、横あ、これ16日の日付とこの05っていうのはこれ一つだけだから、すごー。あ、そうですね、青山に一箇所あって、こちらはなんだっけ、お取り寄せはできないようですね。ちなみに私がいただいたのは12個入りの1ダースのものなんですけども、これの他に2ダース24個入りのものがあって、そちらはさらに30個限定、うん、30ダース限定だからもっと少ない数、うん、しかもさ、ちょっと私今ちょうど値段が見えてしまったんですけど、いくらするんだろう、予想していい？どうぞ。12ダース12ダースじゃねえよ、1ダース3000円。倍です。6000円。マジ24個、2ダースだと1万2000円だからね。で、このね、ジェンディと一緒にほら、ハッピーバースデーカードももらったわけですよ。皆さんにはね、お見せできないんですけども、そういう感じね、いろんな人の寄せ書きですね。そう、ブームで、もう昔からお世話になってる、それこそ鎌田社長からもっとね、上の役員の方も含めて、うん、マネージャーさんも含めて、いろいろ書いていただきました。毎年ね、必ず誕生日を覚えてくれて祝ってくれるのは本当に嬉しいことでございます。ありがとうございます。もう私たち2本目食べちゃったんですけど食べちゃったかしてた2本目はちょっとやっぱりこう時間経ってたから、うん、さっきよりも溶けてて、そうそう、中のキャラメルがちょっとこうピューンって伸びるぐらいになってて、そっちの方が美味しかった。たまにあるのよ、あ、もうこの人に何あげたらいいんだろうみたいなさ、おしゃれすぎて何をあげたらいいか迷う人、これだよ、もう、そう、決まり、そうそう、あとバレンタインとかもいいと思う、うん、あー確かに、なんかいい休憩時間だわめっちゃ美味しかった。サムネどうしよう、もう1本開けてこうやって持ってる方がいい、あー、ちょうどもう1本食べたかったのめくらだと思ってんだよこれ、もうちょっともうちょっとチビチビ食べるや、もう私まだ1センチ残ってんぞ、2センチ残ってんぞあいにくね、こういろんなところから のお取り寄せには対応してないようなんですけれども、それもまたねすごく貴重だなと思って、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。そしてウームの皆さん、ありがとうございました。今後ともフォトと含めよろしくお願いします。それではまた次のおやつ時間でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。